6月18日、アメリカのツアー会社が企画したタイタニック号観測ツアーに参加していた大富豪5名を乗せた潜水艇タイタン号が遭難する事故が発生しました。この事故は世界各国で大々的に報道され、多数の人々が見守る中、タイタン号の捜索が続けられましたが、結果としてこの事故は乗員全員が死亡という最悪の幕引きを迎えてしまいました。その後、あらゆる面から事故に関する調査が進められた結果、タイタン号は致命的な欠陥をいくつも抱えていたことが明らかになりました。ということで今回は現在世間から注目を集めている潜水艇タイタン沈没事故について、その概要や事故の原因、有識者たちの見解などを分かりやすくご紹介していきたいと思います。またこの動画は6月23日までに判明している情報をもとに作成しています。ではいく。事故発生。今年6月、水中の探査と研究に主軸を置いたアメリカのツアー会社、オーシャンゲート社が企画するタイタニック号観測ツアーが実施されました。このツアーの内容は、1912年に氷山に激突して沈没した大型客船、タイタニック号を間近で観察するというもので、参加者たちは、1、カナダのセントジョーンズから母船に乗り込み、大西洋のタイタニック号沈没地点付近まで移動する。2、母船に積まれた小型潜水艇、タイタン号に乗り換えた後、通信でサポートを受けながらタイタニック号の残骸が残る水深3800メートルまで潜水し、タイタニック号を観察する。3、重りを外して水面まで浮上し、母船に戻って陸上まで帰還するという工程を8時間かけて楽しむ予定になっていました。そしてこのツアーの参加費は1人当たり3500万円と非常に高額だったものの、ツアーには1、投資会社の創業者で冒険家のハミッシュ・ハーディング氏、2、フランスの海洋学者ポール・アンリー・ナルジョレ氏、3、パキスタンの実業家シャーザダ・ダウード氏とその息子の4名が参加し、タイタン号にはこの4名とツアーを運営しているオーシャンゲート社の CEO ストックトン・ラッシュ氏を加えた計5名が乗り込むことになりました。そして日本時間の18日、予定通りタイタニック号の沈没地点付近に到着した母船は5人を乗せたタイタン号を切り離し、タイタン号は潜航を開始しました。しかしそれから約1時間半が経過した時点で突然一切の連絡が取れなくなってしまい、その後浮上予定時刻を超えてもタイタン号が海面に浮上してくることはありませんでした。捜索。その後、沿岸警備隊やカナダ軍をはじめとした複数の団体がタイタン号が遭難したとみられる海域の捜索に乗り出しました。そしてタイタン号には約96時間分の酸素が積まれていたため、捜査員たちの間では96時間以内にタイタン号を発見し、海上まで引き上げることが最優先事項として定められていました。しかし、捜索海域は関東平野の約 1.5 倍に相当する2万6000平方キロメートルにも及んだ上、深海を探索可能な機器や手段は多くなかったため、捜索は難航し、いたずらに時間だけが過ぎていきました。またこの事故は全世界で大々的に報道されており、各メディアには GPS や衛星電話などでタイタン号の居場所を特定することは不可能なのか、なぜ連絡が途絶えてしまったのか、乗員たちが自力で脱出している可能性はないのかという旨の疑問が複数件寄せられました。これに対し有識者は、タイタン号は3800メートルという深海にいるため衛星電話や GPS は機能しない、タイタン号は音波探知機を使用して母船に位置を伝えていたが、船体が姿勢を崩したり海底に引っかかっていた場合は音波探知機も使用不可能になっているため、現在タイタン号はそのような状況に陥っている可能性が高い。また水深3800メートルともなると地上の400倍近い水圧がかかっているため、乗員が自力で脱出することは不可能と言えるだろうと回答しています。その後、タイタン号の遭難から約2日が経過した6月20日、カナダ空軍の哨戒機が水中からバンバンと何かを叩くような音をキャッチし、捜査関係者らはこれをタイタン号からの SOS ではないかと判断し、無人潜水機を導入して音が聞こえた周辺の捜索が始まりました。ですが結果としてタイタン号発見につながる有力な手がかりは得られないまま、タイタン号の酸素残量が底をつく96時間が経過してしまい、この時点ですでに乗員の生存は絶望視されていました。さらにそれから数時間が経過した23日早朝には、タイタニック号の残骸から約500メートル離れた地点でタイタンのものと思われる大きな破片が5つ
発見され、沿岸警備隊からはタイタン号は圧力によって押しつぶされたものと思われる。残念だが乗員5名は亡くなっているだろう。沿岸警備隊と司令部全体を代表してご遺族に深い哀悼の意を表しますと5名の死を伝える正式な声明を発表しました。原因、こうして最悪の結果となってしまった潜水艇タイタン沈没事故ですが、一体なぜこのような悲劇が起こってしまったのでしょうか。実はこの事故が起きた主な原因は潜水艇タイタンの構造上の欠陥にあるという説が有力視されています。というのも、通常であれば深海の探索を想定している潜水艇のほとんどは電子制御機器に異常が発生した時に備えて、電気を使用せずに重りを切り離して水面に浮上できる機構が備えられているそうなのですが、タイタンにはそれが存在せず、制御機器が故障した場合は外部からの助けがなければ重りを切り離すことができない作りになっていたそうです。さらにタイタンの船内はミニバン程度の広さしかないため、大人5人が乗船するとかなり窮屈になる上、窓も約50センチ程度のものが一つついているだけだったため、ストレスが溜まりやすく、不測の事態が起きた際には非常にパニックになりやすい構造をしていました。また海洋技術協会の委員長を務めるウィル・コーネン氏は、水深4000メートル以下まで潜れる潜水艇は世界に10台しか存在せず、それらは全て設計、製造、運航テストの段階で監査が行われ、安全性を保証する認証を受けている。しかしタイタンは認証を受けずに製造されており、各所から安全性の不足が指摘されていたと語っており、有識者たちの間ではかねてよりタイタンが危険視されていたことを明かしています。そしてさらにひどいことに、オーシャンゲート社の元社員からは、タイタンは水深4000メートル近くまで乗員を運ぶことを想定していたにもかかわらず、船内に取り付けられていた覗き窓は水深1300メートルまでしか耐えられない強度だったという情報がリークされており、発見されたタイタンの破片から事故当時の状況を考察した場合、タイタンは1、覗き窓に耐久性を超過する水圧がかかり窓が決壊する。2、気密性を失ったことで潜水艦全体に1平方メートルあたり4000トンという凄まじい圧力がかかり、乗客は船体に押しつぶされて死亡する。3、全長 6.7 メートルのタイタンは最終的に60平方センチ程度にまで圧縮するという過程で大破した可能性が高いと考えられています。またタイタンの捜査に参加したアメリカ海軍の高官は、タイタンが潜水を始めてから数時間後に現場海域で爆発音が検出されていたと語っており、この時点ですでにタイタンは崩壊し、乗客たちの命が失われていた可能性も指摘されています。その後の対応、死者5名を出したこの事故に対し、ツアーを運営したオーシャンゲート社は、彼らは確固たる冒険精神と世界の海洋を探検し保護することへの深い情熱を共有する真の探検家だった。この悲劇の中で私たちの心はこの5人の魂とその家族全員と共にあるという声明を発表しているものの、遺族や世間に対する正式な謝罪は今のところ行われていません。またある有識者は、ツアー客らは事前に深海の危険性や死亡の可能性が記載された面積同意書にサインしているため、オーシャンゲート社はこれを理由に責任から逃れようとするだろうとコメントしています。しかしその一方で、海に関する法律に詳しいテキサス州のマシュー・シャッファー弁護士は、乗客に知らされていない潜水艇の情報があった場合や、欠陥を認識しつつ潜水艇が運航されていた場合には面積同意書の有効性は間違いなく失われると語っており、責任の所在については今後の調査結果次第で決定すると見られています。そしてこの一連の出来事に対し、世間からはどう考えても運営側に責任がある、この会社は頭が狂っているのか、非を認めて誠意ある対応をするべきだなど、オーシャンゲート社に対する批判の声が多数寄せられています。また現在も乗員の遺体と大破したタイタン号の捜索は続けられているものの、捜査は難航しているようで、現段階では回収の見通しは立っていないそうです。以上が現時点までに分かっている潜水艇タイタン沈没事故の情報なのですが、この事故に関する情報を聞いて、今から約1年ほど前に日本で起きた知床遊覧船沈没事故を思い出した方も多いのではないでしょうか。ツアー参加者ら20名以上の命を奪ったこの事故は、悪天候により他の船が運航を中止する中、運営が無理にツアーを実施したことが主な原因であり、今回起こった潜水艇タイタン沈没事故とは、船自体が構造上の問題を複数点抱えていた、運営側が乗員に提示すべき情報を提示
していなかった、事故後の運営の対応に多数の批判が寄せられたなどの点が共通しています。当然ながら現在世に存在しているほとんどのツアー会社は参加者の安全を最優先に据えた上で様々なレジャーを提供しているはずですが、業種を問わず利益や実績を優先したずさんな体制で経営を続けている企業が存在することを忘れてはいけません。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て試験を伴うレジャーを行う際は情報収集をしっかりしようと思った方は高評価、チャンネル登録、ベルマークの通知登録の3点お願いします。あとツイッターもよくやってるので概要欄からフォローお願いします。そして VTuber チャンネルで生放送もやってるので概要欄からチャンネル登録お願いします。最後まで見てくれてありがとうございました。終わり。はい、賢者タイムなんですけれども、質問読みタイムです。はい、テイスト変わってからもうずっと音声悪いな、それで途中離脱することが増えた、マイクうんぬんじゃないんだよな、キリンのどおかしいのかということなんですけど、ありがとうございます。いやー、これはですね、申し訳ないですね。喉じゃなくてマイクなんですよね、これ。まあ一時期喉ぶっ壊してた時もあったんですけど、まあその期間、ちょうどですね、なんか喉が悪くなって治ってくるのと同時にマイクをね、新しく買ったりしていろいろ設定を試したりとかして、まあなんかいろいろやってたんですよ。結構ね、その語る系のその真面目系の動画の音質上げたいなと思っていろいろ設定してたんですけど、結局なんかうまくいかずに、なんか静かに喋るだけだったら結構いい感じに撮れるけど、声張ったらめっちゃ音割れるみたいな状態がちょっと続いてしまってですね、なんで結局元に戻したんですよね。なんで今の動画はまあもうおそらくマイク元に戻ってるとか、まあ、カメラにの普通のカメラについてるマイクで撮ってるっていう形に戻したので、まあ、前の形と一緒ってことですね。なんで今は、問題ないかなと思います。いやー、なんかね、ちょっといろいろ試しながらや撮っていったっていうのが、まあ本当は良くないというかね、まあ、テストをめちゃくちゃやりながらやったんですけどね、それはすいませんでした。まあ、今後は元通りということで大丈夫かと思います。はい、ということでした。さよなら。